放送席、そしてスタンドの皆さん、ヒーローインタビューです。見事に2年連続10勝目、パ・リーグハーラートップタイの10勝目、菊池雄星投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日は7回無失点の投球で10勝目、今どんな風に感じてますか？すごく緊迫した試合の中で投げれて、まあ、ゼロで抑えて本当に嬉しいです。今シーズン初めて中5日での登板、ブルペンからマウンドに行くまでどんな気持ちで行きました？まあ、中5日もすごく好きなんで、あまり、疲れとかも感じないままマウンドに立ちました。序盤から三振も多い内容だったんですが、調子自体どうでした？良かったと思います。あとは要所でいい守りもあったと思いますが、守りに関してはいかがでしょう？いつもファインプレーに助けてもらって、また強力打線に助けてもらってるんで、まあ、今日こそ自分の力でと思いましたけど、まあ、でも今日も本当に助けてもらいましたね。いや本当にただ菊池さんの力というのも大きかったと思いますよ。そうですね、まあ、いつも本当に野手陣に助けてもらってるんで、こういう試合を増やしていきたいなと思います。そしてスタンドの皆さん持ってらっしゃる演じしユニフォーム、菊池さんは2度目で2連勝、こちらに関してはいかがでしょうか？いいんじゃないですかね。菊池さん、あの情熱が燃えるようなモチーフあるようですが、菊池さん燃えてますか？燃えてます。そしてチームもこれで6連勝になりました。乗っていけると思うんですが、次の登板に向けて一言メッセージお願いします。ここから暑い時期が続くんで、なんとか夏場乗り切ってもっと上を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。おめでとうございました。まずは今シーズン10勝目、菊池雄星投手でした。続きまして今日はタイムリーヒットのキャプテン浅村選手です。まずは3回のあの当たり、チャンスで回ってしましたが、あの当たり含めてどうでしたか？あの本当に源田に助けてもらいましたね、はい、と言いますのは、あの普通にショートゴロやったんですけど、まあ、源田があの素晴らしい走塁してくれたんで良かったです。ただ浅村さん、本当に打点も稼いで今シーズンはヒット数も多いんですが、ご自分の打席ここに来ても調子含めていかがですか？調子はまあいいですけど、あの秋山さんが僕以上に打ってるんで、あの離されないように食らいついていきたいなと思います。そこで言うとヒット、ホームラン、打点いろいろあるんですが、ヒット数もそうですが、どの部門で一番負けたくないですか？まあ、あのヒットと打点ですかね、はい、そして今日も勝利を収めて、今シーズンこれで最多になると思うんですが、貯金12ということになったんですが、キャプテンとしてどう感じますか？あの本当に一人一人がこう役割をしっかり果たして、今チームの状態いいんで、まあ、これからどんどんまた勝っていきたいなと思います。浅村さん、この演じしユニフォームを着て菊池さん燃えてると言ってましたが、浅村さんいかがでしょう？燃えてます。では今日も大勢のお客さん来てくださいました。最後にメッセージをお願いします。今6連勝中ですけど、もっともっとあの連勝を伸ばしていきたいと思うんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。タイムリーヒット浅村選手でした。インタビューは以上です。ということで、見事に10勝目をマークした菊池雄星投手、そして、まあ、決勝だということになりました。浅村秀人選手の今ヒーローインタビューが行われたところです。まあ、この6連勝中の中にあっては、今日はちょっとあの趣が変わった、一味違ったゲーム展開ではありましたけどね。そうですね、まあ、あの初回の走塁のミスはい、まあ、ありましたね、まあ、あの辻監督はああいうところは非常にこう厳しいんでね、
まあ、勝った中にも反省材料はあるわけで、はい、そういった意味で一つ一つそれをクリアすることで、はい、あの上位に行くと思いますからね、はい、ただこういうゲームの中でエースの菊池がね、菊池雄星がいいピッチングをできたというのは本当に大きいことだと思いますね。そうですね、はい、まあ、本当に試合前も辻監督が今日のゲーム、まあ、ここまで連勝できて菊池雄星、この連勝初めのまず勝ちも菊池雄星から始まったんですけれども、当然今日はみんなが勝つだろうと思っているだろうけれども、そういうゲームこそ気を引き締め直さなければいけないんだという話をしていたんですが、まあ、しかし橋本さんもおっしゃっている通り、今日はこの連勝中の中5日の登板で本当にエースらしいピッチングを見せてくれたと思っていいですね。中5日6日、まあ、彼にとってみればそれを中4日ではないのでね、はい、あのそれほど苦にはならないだと思いますし、はい、いつでも中5日に投げた方がいいんじゃないですか。なんか本人もなんかね得意みたいなこと言ってましたよね、まあ、これからね連戦が続くわけですから、ただやはりこう中継ぎが毎試合毎試合投げてますんで、そこはきっちりあのケアをしない